不明じゃ。ここはどこじゃ。奇妙な化け物がいるようじゃが。新たな戦場を与えたか。ならばこの世界で天下不明を目指すのみ。なんだこの化け物は。このままじゃやられる。死にたくない。何やら声がしたよ。容赦せる。わしの配下にして道案内をさせようぞ。たわけ。ありがとうございます。おかげで助かりました。わしに逆らえば撃つ。化け物よりよっぽど恐ろしい。逃げるぞ。逃げたか、無礼な奴よ。まあよい、他のものを探すぞ。ありがとうございます。なんと礼を言ったらよいか。わしに従えば首はつないでおいてやろう。うわぁ、殺される。逃げろ。しゃー、またしても逃げおって。ここは一体どこ。それにこの化け物たちは何。ここはどこ。
私はなぜ襲われているの？誰に物を言っている？さばいてあげるわ、今すぐに。裁きの時は来た。猫が魔人の娘に勝てると思うの？たわけ！わしこそ第六天王、娘にはやられぬわ。少しはやるように、気を疑って仕留めよう。の友をせよ。断るなら力ずくで参る。私の邪魔をするの？なら殺さないと。それが役目なら。猫が立っている。分かる。容赦せぬ、滅せよ。どうすれば？敵を眼前にボーッとしおって、貴様わしをなめるでにゃい。そこまでだ。仕留めてやろう。落ちなさい。いやあ、お見事。ふざけた人間だ。お前も殺されたいようだな。とんでもない。力を貸してほしいだけだよ、英雄さん。ふん。ええ。ちょっといいか。頼む。いや、すまない。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も
枯れ果ててし